舞い上がっちゃって、なんて話したらいいかわかんないですよね。あー。でも普通に話すと普通に話してくれる。うんうん。いい人。しかもめっちゃ面白い。ガンガン攻めていいですかね。ガンガン攻めていいですかね。ガンガン行くと。そうだね。まずじゃあ次のメールいきますね。はい、コートネーム、塩さんからいただきました。ありがとうございます。村瀬さん、石川さん、内山さん、お願いします。お願いします。山口役の斉藤さんは話しかけられないくらい内山さんに憧れているとのことでしたが、内山さんから見て斉藤さんはどんな人ですか？うん、また、ツッキーから見て山口はどんな存在だと思いますか？おお、斉藤さん、斉藤くんは、はい、そうだな、相馬くん、そうね。どんな人なの？まだ全然わかんないんだよね。おお。あんまり喋ってないな。じゃあちょっと斉藤さんの方に、もっとよく喋るように自分を知ってもらえるように言っときますね。いやでもこうガンガン来られるとまた引いちゃうからな。ああやっぱりよかった、楽しかった楽しかった。そうなんです、前回、うん、その斉藤さんが内山さんに話しかけるきっかけとして僕ら手伝ってほしいって言われて、うんうん、ガンガン行ってもいいもんなんすかねっていう質問があったんですけど、うん、その時に多分ガンガン行くと内山さん引いちゃうっていうことを言ってて、うん、当たってましたね。よかった。でもさ、こうやって毎週アフレコしてるわけでさ、まあ、配給ずっとやっていけば嫌がおうでもその親密にはなっていくわけでね、うん、そうです、うん、まあいつかは打ち解けますよ。それでいいんじゃないですかね、まあ、この業界にいる限りはね、うん、どこかしらで会うんですからね。そうだね、これ本当人と仲良くならないから、なかなか本当になんかすんげえずっと長いことやってやっとみたいなところあるので、そうなんですね。なんかそれはいつも無理はせず徐々にでいいかなっていつも思っちゃいますけど、うん、じゃあ僕らも仲良くなってもらえますか。もうそのうち、はい、そのうち、はい、そのうちみんなチャンネル登録高評価ベルマークの通知登録よろしくね。